今回の動画では、実際に、仕入れるサイトですね、それを登録していくということを、まあ、動画で、やっていきたいと思います。で、サイトの下にもですね、URL、 こちらのサイトの URL が貼ってあると思いますので、そちらから行っていただければと思います。まあ普通にですね、DNA の B2B マーケット と検索していただいても、まあ普通に出てます。まあそちらから行っていただいても構いませんけども、まあサイトに貼ってあるやつから行っていただければ楽に行けると思います。はい、それでは登録していきましょう。これはですね、基本会員制のサイトです。で、普通に、一般的にも出回っているんですけども、まあなかなかですね、まあ業者さん、サブブライヤーというですね、業者さんばっかりが登録していて、なかなか一般の人は意外と知らないというようなサイトになりますね。で、こちらの仕入れというボタンを押していただいて、まず会員登録をしていきます。はい、それではこちらのようなページになりました。でですね、下の方に行くと、こちら会員登録はこちらからというように出てきますので、こちらでどんどん、まあ、登録していくということです。まあ、これでずっと登録していけばいいんですけども、まあ、それでやってくださいというわけにはいきませんので、まあ、ちょっとですね、難しいというか、うん、これはこれでいいんですかとかいうような質問もこの時点で多いので、一緒にやっていきたいなと思います。で、まず、登録する ID ですね。これは、何でもいいので、よくあると思いますけども、まあ、希望、使用可能かどうかっていうのを、やっていきます。何でもいいです。で、ここではですね、私の場合は、傭兵198。で、これもチェックしてもらって、あ、まあ、これ使えますね。使えるとなったら、こう、緑です。で、次はパスワード。英数字を混合させて6文字以上ですね。英語と数字を混ぜて6文字以上です。はい。こうなりました。で、ここですけども、会社を持っている方は会社で、大体まあ会社持ってない方いらっしゃるが多いと思いますので、まあ、個人事業主としておいてください。で、会社名。こちらはですね、結構迷われる方多いですけども、まあ、個人事業主の方は、屋号を入力してください。で、まあ、開業順、屋号が決まっている方は、屋号を入れてください。まあ、屋号っていうのはですね、まあ、例えば、まあ、居酒屋さんだったら、まあ、ワタミとかですね、わらわらとか、ああいうのは、まあ、要は、屋号っていうわけですね。会社はまた別であるわけです。まあそんな感じですね。要は看板の名前っていうことですね。まあただここにも書いてあるように、まあ、開業準備中の方は代表者氏名をご入力くださいと、書いてありますので、めんどくさい方は自分の普通の名前で大丈夫です。はい。で、まあこうなりますね。で、こう振り仮名は勝手に入力されると。で、ここ住所ですね。住所をバンバン、登録していきましょう。僕はちょっと、こうなんで、まあ自動でちょっと入れちゃいますね、僕の場合は。はい。で、これ入力しました。で、代表者名も、これですね。まあ同じです。で、これ勝手に下も入力されます。で、この辺、担当者情報。これはですね、会社情報と同一の場合は入力不要です。で、書いてありますので、これは入力したくて大丈夫です。
で、このメールマガジンですね。これめちゃくちゃメールマガジン聞きますので、これは、チェックを外しておいてください。あ、これですね。担当者情報とこれですね。これは、入力しなくていいのはこっちの名前とか部署の部分だけですね。このこちらの連絡先、電話番号とメールアドレス、必須って書いてあるところは必須です。はい。まあ、こういう感じですね。やっていきます。まあ、これは自分のメールアドレスを入れてください。で、まあ、業種なんですけども、こちらも、まあ、適当に、まあ、アパレル小売業とかやっといていただければ大丈夫です。わからない人はですね、こちらの、この、業種別取扱い商品一覧というのを見てください。そうすると、まあ、こういうふうになってますね。まあ、ここではそんなに差し支えはありませんので、アパレル小売業とやっておいてください。で、ここ確認画面とありますけれども、ここを押せない場合は何か足りないということですね。連絡先、電話番号が入力されていませんと。押すと、あ、これハイフンつけてくださいということですね。はい、これで大丈夫だと。これ、ボタンが押せるようになりました。他にもですね、できないという場合、ボタンが押せなくなっていて、今みたいに中国マークみたいなのが出てますので、そこを押してですね、全部完璧にこなして確認画面を押してください。で、こういうふうにね、ダメな場合はまたこうやって中国が来ますので、連絡用意、メールアドレス。あ、これは僕が登録しているやつですね、すでに。これダメですね。じゃあこっちにしましょう。これを外して。さっきメールマガジンをちょっと解除するのを忘れてたので、解除していくか。で、これ、上記同意して、バイヤーへ申し込むと。はい、で、そうするとですね、こういうふうにメールの確認を行ってくださいというような感じになりますので、ここで、メールを確認してください。そうしましたら、このようなメールが来ますので、まあ、この URL をクリックして登録を完了させてくださいというのがありますので、まあ、それをクリックしていただければこういう画面になります。はい、なのでこの画面でやっていきます。はい、それではですね、ここメールアドレス、登録が完了しました。引き続き入力をお願いします。これもちょっと進んでいきますね。で、実店舗 もちろんないと思います。でネット店舗も、ないと思いますけども、まあ、これからやりますというような感じで、大丈夫です。で、おすすめショップ、これ、なんか、取引認証されますと書いてありますけども、メールマガジンもこれ届いちゃうので、これでチェックしないでとりあえず進みましょう。はい。で、ここでですね、このサプライヤーさんに、これ登録を、なんて、取引申請を行うということですね。この商品と、あなたの会社の商品取り扱いたいですよ、というような申請を押します。で、OK がもらえれば、取り扱えるようになります。なのでですね、これ、もうひとまず全部地道にポチ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 こうちょっと全部つけておいてください。で、このなんか上に大量にメールマガが届く可能性がありますとか書いてありますけども、本当に大量に届くので、これもですね、先ほど同様
下に、届かないようにメルマが 届かないようにするやり方はこちらってなってますので、それのチェックを外せば大丈夫ですので、心配せずにこれ全部申請してください。で、ここよく見ていただければ分かると思いますけども、まあ、本当にいろいろな商品がありますので、あまり被らないと思いますね、本当に。で、こう取引申請をしますね。はい、で、ここで、2136社と出ます。はい、この、2136社全部でこんだけあるということです。で、この1社がもう100、200、300、400、1000、2000、3000、1万とか、1社がそれだけの商品出してるんで、ものすごくいっぱいの商品を扱えるということになります。で、このサプライヤーからメルマガを受け取る。これは、さっき言いましたけども、本当に大量のメルマガが来るので、これはチェックボックスを外して取引申請を押してください。はい、まあ、そうすると、これ取引完了になりましたね。取引申請完了。で、まあ、審査が終わると、別途いただいて、メールアドレスにメールが届くというようになっていますけども、まあ、できる会社とできない会社が、まあ、ありますが、それは、まあ、あまり気にせずにしておいてください。まあ、全部認証されなくてもですね、十分扱える商品ありますので、その辺はご心配しないでください。ちょっと読み込みが遅いですね。今度これだけね、いっぱいの会社がこう入っていると。まあ、全部スクロールしてもらって。でもこれで全体的に終わりになります。で、マイページトップに戻るというところを押していただきます。はい、そうしましたらこちらがマイページになります。で、ここからいろいろとまた、やっていくんですけども、とりあえず今回はですね、こちらの B2B の B2B マーケットと DNA ですね、 B2B マーケットに登録するという動画ですので、ひとまずこちらで登録ができましたので、これでこの動画は終わりたいと思います。それではありがとうございました。